ちゃんと書いておこうって思って。スクショはダメだってメイクしてないから。です。コメント欄素敵ね。素敵、ありがとう。ひひ、21時30分以降はスクショ OK。 はい、どうぞどうぞ。イエイイエイ。こんなに可愛いのに。うん、それはあなたが私のことが好きだから可愛く見えてるだけ。わかりやすいように書いとこう。はい、こんばんは。とうとう握手会デビューすることにした。え、待ってる。どうしてとうとうデビューすることになっちゃったのどうして。それは握手会の時に教えてくれるのかな。やった。でもどうする。私トーク会であらノート持ってくんだけど。トーク会はいい、来てくれてもいい、来てもらってもいいですか。聞こえた。ね、ドキドキだね。今日が2時抽選終わって今日は3時抽選です。ドキドキ。アラノートについて詳しくお聞かせ願いたい。アラノートはファンの皆さんについて書いてる素敵なノート。書かれちゃった方は漏れなくアラの姫香ちゃんのことを一押しになっちゃう、そんな魔法のノートです。ね、久しぶりに会いに行きます。待ってる。久しぶりだからさ、ちょっとあのトーク会来てよ。アラノートに書かせて書かせて。握手会だとさ、あのさ、ノート書けないからさ、お願い。拙者は書かれてますか。書かれてない。書かせて、書かせて。アラノートに書かれてないことを祈る。じゃあそれ確かめにおいで、トーク会で待ってる。楽しみ。書かれに行きます。待ってる。なんかノート新調したいな。なんか可愛いノート持ってきた。みんなに見られても恥ずかしくない、なんか可愛いやつ探してみよう。トーク会でしかアラノートに書かれないのか。もちろんそうだよ。握手会手離せないもん。手離していいのダメでしょ。一部と三部のトーク会でアラノート持ってくのでよろしく。どんなこと書いてあるの。なんかこんな顔とか似顔絵とか、あと住んでるところとか、あのその日話した内容とか、あと次来てくれた時に喋りたい話題とか書いてる今のところ。今回初めてツーショット会に行くんだけど何に気をつけたらいいですか。嬉しい。なんだろう、なんか特典会全部だけど粘るってことかな。みんなも粘ってほしいなってみんなも頑張って。
で、ツーショット会はあの意外とおしゃべりできるので、あのツーショット会でも話したい内容とかちょっと考えておいてくれるとすごい弾みそう。写真撮るだけじゃ終わらせないぞ、アラの姫香ちゃんは。住んでるところは個人情報、うん、みんなの個人情報を握ってるんだ私。もう逃げれない。わしに SKE を教えた熊推しのキュートも連れて行きます。え、嬉しい。え、あなたなんか浮気の香りがするんだけど大丈夫ですかね大丈夫ですか。なんか昨日見ちゃったんだけど、なんか他の人のルームで。もうそれで分かってるよね、あのうつつ抜かすんじゃないぞ、うつつを抜かすんじゃないぞ。よろしくうつつまんめ。あ、ほんと楽しみ。写メ会全部3枚ずつゲットしました。ありがとう。でも本当に気合入ってるから全ての日程気合入りまくりだからさ、すっごい楽しみにしてて、本当に超楽しみ。うつうつ、楽しみ。初めてツーショット申し込んだ。嬉しいの、ありがとう。この前僕の前で並んでた人が、姫たんは1枚で3枚分ぐらいお話できるって言ってたけど、確かにその通り。それ逆にどうなんね、待ってよ、逆にどうなん。それで満足しちゃって会いに来てくれないんだ。考え直さなきゃなえ、許さん、許さない、ダメ。いっぱい会いに来て、じゃあその分返して2枚分お得にしちゃったから2枚プラスしなさい。ダメ返して返してよ。ね、アラノート認知キャンペーンに申し込みましたありがとう。一部と三部ね、お待ちしてます。本当一部三部めちゃめちゃ穴場だと思うから待ってる。新規こそ待ってる。トーク会ノートに書かせなさいよ面白い。ね、ツーショット恥ずかしい。あら、そうなの？来るといいよ。アラの姫香のツーショット会テーマパークって言われたからねそれもそのはず、あの衣装予定見てみて、本当に気合入りまくりなんだから。本当に楽しみ。何枚あっても足りなくなる。本当だよ ある意味絶叫マシーン。そうなん絶叫マシーンなん。そうなんだらしいです。
幕張メッセでノートに書いてくれたのかな。え、書いてないよ、ノート持っててなかったから。次から頑張るんだ、アラノート書き取り頑張る。会いたいな早く。え、でも本当にさ、幕張メッセの期間短すぎて嬉しい。ツーショットでのお見送りが楽しみでついつい申し込んでしまいます。嬉しい、ツーショット会ね。せっかくだからお出迎えお見送りしちゃうよね。ツーショット行ったことなかったから今回撮りました。嬉しい、それで満足できる。私毎部お着替えするんですけど、待ってるね。私みたいなおじさんと撮って楽しい？楽しくない？っていうか、あの皆さん大人になってからさ、なんか自分のなんか写真とか撮る機会ないじゃん。どう？だからこれを機に推しメンと撮りません？なんか自分の写真とかってさ全然撮らないよね。証明写真は撮る。証明写真、じゃあ私とも証明写真撮って、撮ろう。あ、確かにみんな免許証とかいいじゃん。じゃあ免許証をさ更新するときに私とのツーショットで申し込みだよ。証明写真いいじゃん。スーツで撮ったやつ切り抜いてチケプラの顔写真にしてます。いいじゃんみんな。待って、チケプラって何？チケプラって何？いいじゃん。あ、公演の申し込むやつかな。いいじゃん。待ってる、一緒に撮ろう。アラノートはデスノートじゃないよね。さあどうでしょう。大丈夫、死なないです。その代わり私のことめっちゃ好きになっちゃうっていう呪いがかかるけど、まあ死なないです。大丈夫、アラノート。てかそもそも私あの健康オタクだからさ、寿命伸びるんじゃないかな、アラノートに書かれると。大丈夫、ツーショット会開始前にいそいそと準備する姫たんが可愛いので一部鍵開けおぬぬめ。おぬぬめらしい、面白い。おぬぬめ、マイシングルは一部頑張ったけど眠いんだよね。あら本当？眠いって言ってくれれば眠気覚まししてあげる。楽しみにしててよ。本当にもう楽しみすぎてさ。今さあの次の幕張メッセでね、あのグッズ衣装今売ってる、もう売ってないか、もうおしまいになっちゃった、あのマルチホルダーのあのグッズ衣装、茶色い秋っぽいやつ今探してるんだけど、そのほんと楽しみ。絶対探し出してみせるんだから、衣装、グッズの衣装。最近姫たんに会えてないから寿命が縮んでる気しかしない。今見えるもん、みんなの寿命が。なんかトーク会の時はねぐんぐんと伸びてるみんな。やったね。10月もちょこっとお試し行こうかな。待ってますね、仲良くなりたいからさ、なんかそんな方こそトーク会来てほしいんだよね。あのノートに書かれて寿命を伸ばしましょう本当。
あ、私すごい健康気使ってるからね、アドバイスできるよ。待ってる。姫とあんたのツーショットでの楽しさに目覚めた人、え、嬉しい。アラの姫か、ツーショットガチ勢だからみんな。テーマパーク化してるんだけど。サンジの申し込み金額が見たことない金額になった。大丈夫、多分落選で減ると思う。大丈夫、でも落選出るっちゅうことはその部がなくなるってことだからさ、今みんな逃すと会えなくなっちゃうかも。だからまだ申し込んでない皆さん、ちょっと今本気出しとこう。多分ね、確実になくなる部多いと思うんだ、3部で。だからなんか衣装予定とさ、アラの姫香が出してる衣装予定とにらめっこして、この時の姫香に会いたいなってとこ見つかったら、ちょっと狙い目ですよ今のうち。本当に絶対なくなるから幕張とか。お願い、衣装借りれない。え、そう、分かんなくて今ね、知らないの、衣装借りれるかどうか。聞いてるんだけどさ、まだ確定じゃない。だから未定の衣装の未定のさ、日とかポトメとかあると思うんだけど、乙女とか立ちツーショット、日曜日のツーショット未定の部あるんだけど、衣装予定が、衣装を借りることができたら衣装着ます。そこでお楽しみに。ランランラン、発酵食品で腸活始めました。おー、いいね。私も腸活してるよ。え、ね、ほんと楽しみ。このツーショットは何に使えばいいですか？待ち受けにするとか、あとなんか知り合いにこれ俺の女って紹介できるよ。紹介して。あとね、さ、座りのさ、土曜日のさ、キューブは来る？ツーショット会。あと7部もさ、私粘土作品展示会とかしちゃうんですけど、あとキューブはおみくじ引いちゃう。こんなん絶対面白いに決まってるから。ほんと待ってる、もう面白い、早くやりたいな。粘土作品展示会は今までのツーショット会で作ってきたたこ焼きとか、イカ焼きとか、あとケーキとか、ケーキは3部でも持ってくけど、そう、そんなも持ってくので。勢ぞろいさせます、お楽しみに。ね、あ、で立ちツーショットがなんとロードバイク持ってきます。愛車と一緒に写真撮りましょうね。キューブはね、日曜日のキューブなんだけど、ロードバイク持っていくのがね。でも大丈夫、遠征の民も安心してください。翌日成人の日で祝日ってことを知った、みんなのおかげで。ほんと楽しみすぎる。頑張って持ってくね。楽しみ。そう、そんなんもさ、絶対来てくれる人多いと思うから、今のうちに、3時のうちに撮るのがおすすめです。ね、争奪戦に勝ってください。初めてトークと握手買いました。待ってる！いつ？早く会いたいんだけど。ねえ、待って。トークも来てくれるんだ。ノートに書いちゃおっと。今予習しておこっかな。今予習しとこう。今メモ開いてるから。ね。大
確かに幕張は2日だし日程早いからなくなりそう。え、本当に幕張こそ来てみたいなってやんわり思ってる方がいたら申し込んどいた方がいい。3部もう絶対なくなっちゃう。お願い、君に会いたい。ね、買える時に買っておかないと後で買おうとして何度泣いたことか。かわいそう。経験者は語る。買い逃し経験者。会おうね。おみくじ何回も引くのありですか？大いにあり。え、おみくじ何個用意しとこっかな。おみくじどうしよう。ロードバイクとのツーショット券確保しました。待ってるね、ありがとう。せっかくね9部まで残ってくれるならぜひ7部とかね。あ、でも7部未定だ。でも衣装着るかも。5部は心拍数のグッズ衣装です。待ってます。うん、そうそう、おみくじ。こっちもチャリ持ち込めればいいんだけどな。確かにね、それはできないと思うな。でも私の愛車と取ろう。またマイオベール着てツーショット行ってもいいですか？ぜひ。ねんねんねん、キューブ。ぜひぜひ待ってる。嬉しい。ね、追加日程完売してて幕張自体行くこと諦めた。悲しい。三時は申し込めるかな。11日のキューブ1時で確保しました。確実だね、ありがとうね。お仕事終わってから行くのでキューブしか行けない。逆にありがとう。ぜひ。待ってるね。おみくじどうしよっかな。確保した、ありがとう。待ってます、待ってます、本当に待ってる。ひめたんの心拍数のグッズ衣装は他のメンバーと被りなし？ん？どういうことだ？あー、うん、ね、心拍数のグッズの衣装はね、借りるんじゃなくって買うので同じやつを探して、同じやつがなかったら似てるやつ探して揃えるので、そこは心配なさらず、買うので待ってます。ありがとう。うん、自分で買うから。ね、楽しそうなのでトーク会申し込みます。やったー、待ってる。握手もおいでね。うん、衣装さんに聞けば教えてくれそう。そう、衣装さんにね聞いてみたんだけど、分かった、シーンだったシーンでもね、半年前ぐらいの撮影だからないかもって言ってたけど、頑張る。あの衣装可愛くない？グッズ衣装。みんなもさ、よかったらさ探してみて。探してさ、見つかったらちょっと教えて、ハッシュタグアラの姫かで、お願い。ところでワンワンメイドとは、なんかいつかの幕張の時に着てたね、なんか可愛いメイドさん服です。で、こいつも連れてく。
今日ゲットしました。カキ、これは小物入れになってるのでなんか入れる。相棒、今日から私の相棒です。カキ、五分行く。待ってる、ありがとう。トーク会もぜひ仲良くしてよ。トーク会も待ってる。カキです。小物入れ、そう、可愛くない？探したけど似てるジャケットは売り切れてた。本当に？なんかその商品ページだけでも教えて、 URL 貼っといて、お願い。可愛いでしょ、カキ。今日ね、もうリハ頑張りすぎたので、今日リハ頑張りすぎたので2回言うよ、頑張ったから。あのね、牡蠣食べてきた一人で、しかも牡蠣のガンガン焼き食べてきた一人で。で、高まりすぎて、もう牡蠣本当に美味しかった。もうずっと牡蠣食べたい口だったから、もうこれ今日食べなきゃって思って駆け込み牡蠣してきたんだけど、もう本当に良すぎた。元気もらったから、もう明日も頑張るんだけど。で、これも買った、リアル牡蠣食べてきたよ、ガンガン焼き。そう、当たり前じゃん。ガンガン焼きはなんかね、あの缶に入った牡蠣を蒸された牡蠣、蒸された牡蠣を、そう、食べました。偶然牡蠣弁当食べた。牡蠣弁当なんてあるんだ、いいな。美味しかった、幸せだった。もうすごくパワーもらった、スタミナついたよね。牡蠣どういう食べ方が好き？私はね、もっぱら蒸し牡蠣かな。蒸し牡蠣が好きです。たまごっちならなんとか入りそう。もうたまごっちも欲しくてさ、もう絶対さ、私このリハーサル期間で買っちゃおう。ご褒美で、もう今日本当に頑張ったから、もう今日ショールームするかも迷うくらいに頑張ったから。でも牡蠣食べたし、もうみんなと喋りたかったから今ショールームしてますけど、もうやっぱ頑張ったから牡蠣食べたし、多分今後もすっごい怒涛の日々なので、ギャンバります。でも確かに、なんかたまごっちちゃん忙しいとね、お世話できないとすぐ死んじゃうからな。今じゃないのかな。どう思う、たまごっち。で、そう、これさ、たまごっち入りそうだよね。ね、たまごっち入るね、これ。たまごっちケースにしようかな。たまごっちのレムコ元気。たまごっちの平均寿命は、まあ、頑張って、こまめにお世話したら2週間ぐらい行きますけど。刺して。たまごっち欲しいな。サーヤとたまごっちユニ買おうみたいな話した昨日。たまごっちユニ欲しい。牡蠣食べず嫌いで食べたことない。よし、いいよ、これからもその分私が食べるね、牡蠣。今回のシングル期間はこいつと一緒に旅をしたいと思います。で、この中に絶対たまごっち入れる。これもいわばリハーサル期間のご褒美で買ったんだ、この牡蠣。珍しく一人でゲーセンで、かわいいってなって
買っちゃった。今ならログリッチ、確かにログリッチ、やっぱ君はブエルタの人なんだね、おめでとう。ブエルタ全然見られなかったな、悲しい。世界選手権絶対見ます。でも世界選手権の日程絶対忙しいそんなもファンの皆さんと握手会で喋ってた頑張ろ頑張ろ。そう、ゲーセンで撮った。牡蠣は栄養豊富だから体にいいよね。そう、やっぱ牡蠣もう本当に今ね栄養の膜張ってるんだから、私栄養いっぱい取って。牡蠣何個ぐらい食べたんだろう。牡蠣ね8個ぐらい食べたよ、ガンガン焼きで8個ぐらい入ってて、もう牡蠣食べ過ぎたから牡蠣の膜張ってる今。みんなには見えないだろうけどさ、今牡蠣の模様みたいに、この牡蠣のさ黒い模様みたいな膜が張ってる今当たり前縁日の詳細が出たね。あ、確かに、あの未完全 TV との今さ、あのカジケンとのコラボやってますけど、それのねキッチンカーとか、あとトークショーが行われる当たり前縁日ね、大須でやりますよ皆さん、9月の14日お待ちしてます。今週末おいで、ぜひぜひ。14日、待ってる。楽しみ。今さ公演ないからさ、みんなとなんか直近で会えるの多分この日のみだよね。14日待ってます、ぜひぜひぜひ。なんか私キッチンカーね、チーム3名となんか時間で入れ替わり制なんだけど、アロの姫がいた日時間はなんかすごいお昼時でカジケン食べ頃な時間だった。ぜひ。そうチーム S のねトッピング販売数1位だったから、皆さんぜひぜひ。キッチンカーでも、キッチンカーでもね換算されるらしいので、皆さんぜひね。キッチンカーもカードもらえるのかな。もらえるんじゃない。じゃあその時私が選んであげる。めっちゃ売りまくる姫たんが見えた。買いに来てみんな。キッチンカーだと140円お得あらしい。やったね、おいで、待ってる。あ、牡蠣の膜見える。そう、ありがとう。牡蠣の膜が張ってるの今、栄養。これゲーセンでゲットしていくらかかったか。そんなん言わないよだって言ったらさ、この子がさあ何円の子だって、そんな先入観持たれちゃうでしょ。守る私が。言わない言わないです。じゃあ特典会来てくれた人に言うね特典会来てくれた人にこの子の値段を言うよ守る。こんな不特定多数の人たちに晒せるわけがない。晒さないよ、守る私が。言わない、ね、キッチンカー、キッチンカーだと1000円ぐらい、おお、お得だね。確かにキッチンカー待ってるね。まだ食べれてない。うわ、ぜひだよ。なんかさ近くにさカジケンないんだっていう人も絶対多いと思うんだけど、週末土曜日だよ。みんなよかったら名古屋遊びに来ないかな。来ないか。待ってるね、来れる人は。初めて S の食べたけどレモンがめっちゃ効いててさっぱりしてました。トッピングの候補決めたの私が試食で
レモンを押しました。レモンいいでしょ。待ってる。キッチンカーのお手伝いメンバー見れるのかな。もちろん。そうじゃない、そうじゃないとね意味なくない、こんだけお知らせしてるの。お手伝いしちゃうぜ。東京の火事件1件しかないね。そう、関東民本当にかわいそうでさ、東京の火事件に一点集中してるから火事件めちゃめちゃ売り切れまくってさ、お休みしちゃったんでしょ火事件かわいそうしかも土日やってないみたいだから、なんかこれを機にこんな機会なかなかないよ。キッチンカーよかったらね来てほしいけど、近くて何百キロとかの人もいるでしょ。これを機にカキのぬいぐるみ持って握手会行こうかな。ぜひ私も連れてくね。毎回の会場にこの人連れてくから、みんな仲良くしてあげて仲良くしてあげてね。サクパリブー買えば姫たんから渡してもらえるのかな。渡せなくても無理やり渡す、渡せるでしょ、渡させてもらえるでしょ。そう、お手伝いメンバー各チーム一人ずつだから分かってるよね分かってるよね。楽しみ。ね。まだ姫たん手に入ってない。うわあ、絶対手に入るよ。なんかマネージャーさんがね、カジケンこの間も行ったらしいんだけど、アロの姫か当たったらしい。くださいって言っといた。私当たってないのでください。ね。楽しみ。姫たんの湯切りが見たい。任せて。湯切り見に来て。昨日初めて行って一発でアラの姫から引きました。そりゃ愛じゃん。愛ですね。嬉しい。いいな。ジャーマネさん交換しましょうどうかな、それはどうでしょう。アラの姫からがもらいます。ユーネタンのカード送りました。いいの、やった嬉しい。ゆうねちゃんのカード当たった人くれた。ゆうねちゃんからサインもらってくるね。ありがとう。ひめたんのカード3枚目が出た。ひめたん推しじゃん。どうしたの、ひめたん推しじゃん。しかも3枚。ツーショット会待ってますそれ見せびらかして。3枚ひめたんで4枚目のひめたんやるから4枚目の姫たん鳴らしてすごねえ。姫たん自引きしたので他のチームを注文していいですか。ダメ。ダメ、あかんよ、ダメよ。ちゃんとみんなトッピングの注文数数えられてるので意識高くありましょうね。静岡在住ですが店舗まで140キロある。もうそれ逆に9月14日の大須に来ましょう。逆にね、それだけかけるならもう名古屋行こう。来てよ名古屋、待ってる。静岡比較的近いじゃんね待ってる。渡させて荒野姫香に。
1回目で秘めたの出たの嬉しかったので見せた。かわいいね。また次も当たるよ。眠いですね。もう今日も早起きっきですわ。早起きっき。わ。ね。トッピングをライスにのせるとこれまた美味しいのでおすすめ。すごい。おー。油そばにのせない選択肢。ご飯にのせちゃうんだ。でも美味しそう。いいね。っていうか油そばのさ残った油にご飯入れて食べたかったけど、前食べた時油残らずだったのでご飯追加できなかったね。眠だ。ひめたんがまだ出ません？出るさ。食べてね、これからも。14日待ってます。みんなに早く会いたいな。この子も言っとる。隣のお客さんがトッピング5皿追加してた。すごい、いいね。いいな。でもトッピング多めに入れても美味しそうだよね。あ、カジケン食べた。カジケン食べたいんですけど。カキ食べたのに。もうカキも食べたい。カキ食べたのに。ねえ、みんな早く会いたいね。ぜひよかったら握手会、トーク会、ツーショット会お待ちしてます。なんか幕張来たいなってやんわり思ってくれてる方、今のうちに、ほんと絶対この3次抽選でなくなるから絶対に確保できますようにお願い。幕張くるみん、絶対に今のうちに申し込んでね。当たりますように。11月号9月17日発売でしたよね。 S かわいいのことでしょう。そうだよ、9月17日発売でございます。皆さんお忘れなく。それもね、申し込んだ。ありがとう。当たりますように。もう三次抽選危ないよみんな。三次抽選危ないぞ。絶対なくなるぞみんな。お願い、もう買い逃したって悲しんでる人は見たくない。本当にね。これアラの姫か選抜になりたい。でもそうだけど、買い逃し民よろしくないので待ってます。予定つかない方もいると思うけど、もちろん絶対予定つくよ。申し込んじゃえ。12月1日に外会いに行く。待ってます。何部来るのね。よかったらじゃない、会いたいって思ってるなら3時のうちによろしくお願いします。ぜひぜひ。職場と交渉してツーショットいけるからゲットした。あ、よかった。待ってます。嬉しいな。部が遅くなったのでいっぱい確保しました。ありがとう、待ってる。ドキドキ、しれっとしときます。待ってます。楽しみ。ってことで30分になったので寝ます。
おやすみなさい。皆さんも早めに休みましょう。毎日毎日お疲れ様です。お互いお互いお疲れ様です。早めに寝ましょう。明日こそ朝配信したいんだけどね、朝配信にしたいんですけど、起きれなかったらごめんね。え、じゃあもう宣言しとこう。7時ぐらいにショールームしたい。宣言しといた。待ってます。幕張まであと1月、楽しみすぎる。早く衣装揃えなきゃ。え、ほんとあのシーンでさ似た衣装見つけたらちょっと教えてください。お願い。7時ぐらい。まあ行けたら行くよ。おやすみみんな。おやすみ。まあまあまあ起きれたらね、まあ、みんなどうせ起きてるでしょ。みんな起きてるでしょ。アラの姫かわかんない。アラの姫かロングスリーパーだからさわかんないけど、まあまあまあ会えたら会いましょう。朝おやすみ。おやすみ。見れたら見る。うん、みんなも見れたら見て。その気概でいて、うん、見れたら見て。私も行けたら行くね。うん、行けたら行く。見れたら見て。おやすみ。おやすみおやすみ。まあ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 、おやすみおやすみ。よろしくよろしく。またねー。またねー。お疲れ様でした。